始まりました、テニス部屋チャンネルよっ、テニス部屋大学教えてペンティ先生ということで、テニス部屋企画の中でも大人気企画となっております、ラケットガットロスペシャリストペンティ先生に、私ほぼ知識がないのでいろいろ聞いていくという、そういう回になっております。そしてですね、今回聞きたいことはラケットメーカーの違いですね。お店に行った時に、さまざまなラケットブランドがあって、どれを選んでいいのか、どういう特徴があるのか全く分かってないんですけど、そのラケットメーカーの違いについてペンティ先生に教えていただくという企画の今回栄えある第1回目、これはですね、ブランドごとにペンティ先生に聞いていきたいなと思ってます。今日第1回目のテーマはこちら、じゃじゃん、ヨネックスですということで、ちょっと最近私 E ゾーン98を買ったので、第1回目のテーマはヨネックスに選ばせていただきました。ということですね、ペンティ先生、ヨネックスについて教えてください。お願いします。7月25日日曜日、13時から17時、東京で、品川スポルですね、ダイヤデム、スノーアート、そして東テニス整骨院さんの3つと共同で、イベントを開催します。中身としましては、ダイヤデムとスノーアートの製品の試打会と、あとそして東テニス整骨院さんがやられているショルダーリメイクといった、なんとサーブが10キロ速くなるよっていう手術があるんですけど、そちらをもう全部体験できるよっていう会になっていますので、すごいなので、ぜひ参加してください。お願いします。参加するにはどうしたらいいんでしょうか。はい、募集方法は、テニスベアイベントといったところで、はい、そちらの方から申し込んでいただけるとスムーズだと思いますので、よろしくお願いします。概要欄に URL を貼っていますので、ぜひご確認ください。お願いします。ヨネックスっていったブランドは、基本的に今マッシーさんが持っている E ゾーンっていうモデルと、学生人気の高い V コアっていう赤色のモデル、そして V コアプロっていう、緑色ですね、はい、こちらも選手層が結構使っているモデルと、あと超、高級志向、上位戦艦のためにということで、はい、レグナっていったシリーズがあるのと、レグナ、伊達公子選手が使っている、はい、アストレルって言って、アストレルっていうのをこう、はい、組み合わせてアストレルっていう名前になってるんですけど、はい、ちょっとその、オーバーサイズの飛ぶラケットの、計5種ですかね、こちらのラインナップで、作られています。はい、はい、そしたらじゃあ、ちょっとマッシーさん、ちょっとラケットこう、フェイス見せていただいてますか。はい。はい。これ、よく見ると、ちょっとトップ部分削れて、ちょっと分かりづらいかなと思うんですけど、しゃもじ型になっているの分かりますか。一般的に、テニスラケットっていうと、はい、卵型の丸型ですね。はい、丸型になっているのが一般的なんですけど、特殊な形をしている、最たる例として、ヨネックスさんはこのアイソメトリックっていう、こういうしゃもじ型のラケットの形になってますと。で、僕個人的にはやっぱりこのフェイスの形っていったところが他のブランドとの大きな差別化ができていて、なぜかというと、ある特定のショットが打ちやすいよっていう、個人的な感想を持っています。で、具体的に何かっていうと、はい、ヨネックスのそのアイソメトリックっていう、そういうしゃもじ型のことによって、僕個人的にはこの普通の打点では使えないこのこういうところですね、この端ですかね、はい、ここを使ったショット、はい、例えば、はい、サーブであったり、主に回転系のサーブですね、サーブであったりバックハンドがすごい打ちやすいなと感じている。一般的なラケットよりもフェイスが特徴独特なことによって、スイートスポットもちょっと独特なのかなと思います。はい、そうですね、今ちょっと話をさせてもらったんですけど、例えば使っている選手でいうと、今話題の大坂なおみ選手、男子で頑張っている西岡選手、大体がやっぱりそのバックハンドに強みを持っていたりだったり、サーブに強みを持っていたりだったり、そういうあれですね、いわゆるそのストローカー気質の方に好まれるラケットじゃないかなと思います。お、日本の国内のトップでいう、僕個人的に好きな島袋選手であったり、望月選手であったりとか、本当にそのヨネックスの使用選手っていうのは結構多くて、で本当、日本のブランドっていうこともあるんですけど、実績製品ともに、すごいおすすめなブランドになっていて、個人的にもすごいおすすめなメーカーになってます。海外のトップ選手も使ってたりするんですか。そうですね、大坂なおみ選手はじめ、海外のトップっていう、シャポバルフって言ってカナダのすごい調子の左利きの選手であったりとか、あとは僕大好き、キリオスも使ってますね、キリオス選手とか、いろんな選手が使っていて、その選手ともみんな活躍されてる感じがしますね、僕的に。はい、なので、
まあ、そういう実績ともに、まあ、名実ともにっていうんですかね、おすすめのブランド、ヨネックスでございます。で、まあ、あとは、はい、具体的にそれぞれの製品がどういった方に合うかって話を、まあ、ちょこちょこさせてもらえばと思うんですけど、はい、まあ、一般的に、まあ、この動画見られてる方っていうのは結構テニスの愛好家であったり、まあ、どちらかというと学生よりもちょっと上の年齢層の方が多いかなと思うんですけど、うん、まあ、そういった方には僕個人的にはほぼ2択で V コアシリーズっていう赤いモデルか、はい、今マッシーさんが使われているイーゾンシリーズっていう、まあ、それはカラーリングリミテッドなんで白なんですけど、そうですね、色の種類どっちかを、はい、基準に使ってもらえればいいと思います。で、そうですね、 V コアの赤色の方がまあ95、90、100っていったところがあって、はいはい、まあ、そのフェイスが小さくなるにつれてまあ上級向け、まあ、大きくなるにつれて比較的優しいよってなるんですけど、まあ、そのフェイスサイズだけでそのうまいとか下手とか、はい、強いとか、強くないとかそういうのが決まるわけじゃなくて、まあ、それぞれ個々にあったフレームの飛びに合わせて、はい、自分の時速に合わせてこう選んでもらえれば、満足するラケット選びができるんじゃないかなと思いますので、その2種を取ることがおすすめします。はい、あの学生も結構見ている方多いんですが、そうなんですか、学生も V コア結構おすすめ、はい、V コアの方がおすすめって感じですか。そうですね、学生は主に V コアの98っていうモデルと、はい、その今挙げた2種とはまたちょっとシリーズ違うんですけど、V コアプロの97とあと100です、ね、はい、まあ、この3つが僕個人的に特に人気なんじゃないかなと思っているので、はい、自分からガンガンハードヒットしたい方は V コア98もしくは V コアプロシリーズを使っていただければと思います。ちなみにその V コアにしようか E ゾーンにしようか悩んでる人には何かアドバイスあったりしますか。まあ、基本的にそうです、まあ、すごい難しいところになってくるんですけど、 E ゾーンの方がやっぱりこうまっすぐ、はい、勢いのあるフラットドライブ系の球が飛んで、 V コアシリーズの引っかかりが良くてちょっとループボール系が打ちやすい感じで、 V コアプロもまっすぐな球が難しいんですけど、やっぱこうしなる分パワーが必要なので、まず E ゾーンか V コアかで言うと、まっすぐ飛ばしたければ E ゾーンで、こうスピン系で行きたかったらぜひ V コアシリーズを使ってもらえればと思います。で、まあ、あとは最後に、まあ、今ずっとラケットの話をしてしまったんですけど、まあ、ストリングっていうのも、まあ、ポリツアープロって言って、まあ、定番のストリングなんですけど、これも2014年に、ドイツのテニスマガジンが、はい、雑誌ですかね、これで、はい、オブザイヤーっていったものが輝いていたり、まあ、はい、人の製品自体もすごいので、まあ、僕個人的におすすめはそのポリツアープロと、あと最近出たポリツアレブってオレンジ色のガット、これすごいパワーな首のいいガットになってます。であとは、はい、ユネックスのナイロンストリングの方に当たる、エアロンスープは850と850プロと、はい、ガットがあるんですけど、僕は特に高騰しているので、はい、ポリを使いたいよって方は先ほどポリツアープロもしくはポリツアーレブ、ナイロンストリングがいいよって方はエアロンスープシリーズを使っていただければと思います。これ私ユネックスのラケット使ってるんですけど、はい、ガットはユネックスじゃないんですが、はい、一緒の方がいいですかね。あ、全然そんなことないです。他メーカーのを使うとこういう半減とかそういうのは全然ないんで、はい、好きなものを使ってもらえればと思います。まあ、ただやっぱりそのメーカー事情のことを話すと、はい、ラケットの製品開発の時に、主に自体のストリングであったり、はい、その時主従のストリングを主にこうテストというか、まあ、張り上げてこうテストしているわけなので、まあ、その製品 の, その社内でこう点数を出した時の評価が高いのはやっぱり それに合わせて作られているところあるので、まあ、自分の自社のガットとこう合わせておくと外れはないのかなっていったところも、まあ、本音ではあるので。わかりました。その自社のガット、ユネックスだったらユネックスのガットの中から選んであげて、まあ、その中から自分のガット、はい、そして、まあ、違うブランドねっていくと失敗が少ないかなと思います。一応、まあ、そのユネックスっていったところの紹介についてそんな感じです。で、あと最後に、はい、僕がちょっと細かいんですけど、はい、ユネックスに対しての、まあ、不満だったりとか、はい、もっとこうするといい感じになるよっていうところをちょっと、はい、最後愚痴みたいな感じなんですけど、出ました、辛口ペンティ先生の僕というと、まあそこですよね。まあ、まず1個は、グリップのサイズですね。グリップサイズ、はい、一般的にヨネックスってグリップが、僕個人的な話、もう個人的にというか、まあ一般的になんですけど、グリップサイズ2でもちょっと太いんですね。あ、確かに、はい、なんで、ウィルソンであったり、プリンスであったり、はい、まあ、ババラも太めなんですけど、はい、まあ、そういったそのちょっと細めのところから来る人からすると、まず太いなって感じるところ、はい、あとはその形状がその、はい、実際に測ったわけではないんであれなんですけど、ちょっと四角っぽいので、その、はい、ペットの面の角度を大事にする人、特にこうスピンで擦り上げるようなテニスをする人は、ちょっと形がすごい気になるんじゃないのかなと思います。はい、ここの形が八角形に近い形になってるってあ、そうです。なんかその中でもこう握り込むとよりこう四角形に近いというか、なんかこう、はい、角を感じるんですけど、本当握り込みたいところにバッチシ来ないみたいな、はい、まあ、僕がバボラに慣れてしまっているっていうのももちろんなんですけど、
はい、そういったところがあるので、まあ、特にそのそうですね、まあ、E ゾーンとかこうフラット系にこう飛ばすラケットはまあ今のままでいいかなと思うんですけど、例えば V コアシリーズだったらもうちょっとこう角をこの横の部分をこうちょっと細くしてあげるとこう握り込みやすいのかなっていうところは感じます。おで、あとは、なるほど、はい、ちょっとこのフェイスのところ見せてもらってもいいですか。はい。こう V、E ゾーン98は、もう特にそうなんですけど、このなんか回転をかけたいって言われている、例えば V コア100であったり、E ゾーン100っていったちょっとスピンをかけなきゃいけないモデルっていうのをもうちょっとこう丸型に近づけてあげると、はい、よく何でしょう、こう回転かけたい人がこう自然な感じで使えるのかなっていうふうに主に振り抜き感。なるほど。振り抜き感がこの形だとちょっと違ってくるってことだ。あ、そうです。なんかバックハンドはこうフラット系に当てるようなバックハンドみたいな球を打ちやすいんですけど、はい、こう擦るような球するときになんかラケットの抜けが悪いような感じがするので、まあ、もうちょっとこう卵型に近いとより使いやすくなるんじゃないかなっていうのは、まあ、あくまで僕の意見なんですけど感じました。おバックハンド苦手でなんラケットの力でやっていきたいっていう私みたいなタイプにはもう完璧な形ってことですね。もう僕はもうヨネックスを使っててバックハンドの両手バックがちょっと打ちづらいなってなったら、もうそこはもう練習頑張ってくださいってなるほど、ごめんなさい。もう両手バックハンドが苦手な人がたどり着く最後のラケットなんですね。いやもう結構ガチでそう思います。僕はすごい、はい、すごい。なるほど。バックハンドが特に使いやすいラケットになってるんで、そこに関してはもう一押しなんで、はい、ぜひ使ってください。おお、はい、一応ありました。そうですね、僕が思っているところはもうすべて出たので、あとは、はい、複数ファンの方に怒られないかどうかだけあれなんですけど一応こんな感じで勘弁してください、お願いします。いやありがとうございますということで第1回目はヨネックスということで、ちょっとですね、今後まだまだ聞いていきたいメーカーマモラそしてウィルソン、そしてプリンスとさまざまなメーカーについて、あとヘッド聞いていきたいので、ぜひこの回続きを皆さん楽しみにしていてください。またペンティ先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの人気がなかったら打ち切りなので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。皆さん高評価ボタンお願いします。お願いします。ではまた。